んにちは、VTuberのさくらさにゃです。今日はピコペマさんが作成された祝日作ろうぜというゲームを遊んでいきたいと思います。今日は6月2日ということで、6月はお休みがとっても少ないです。このね、ゲームは休み欲しいですよね。ゴールデンウィークのような新たな連休を作っちゃいましょう。1回5分くらいでサクッと遊べる、そんなゲームになってます。ピコペマさんの作品は以前、悪のビジネスマナー講座というものを遊ばせていただきました。他にもたくさん種類があって、どのゲームもすごく可愛いイラストなので、こんな大雨で外に出られないようなタイミングでリラックスして遊んでいければいいなと思ってます。よろしくお願いします。よいしょ、続きます。新しい祝日風や、間違った、もうダメです。続きからいきましょう。それじゃあ早速どんな連休にするか考えていこう。みんなが楽しんだってやつがいいな。リラックス。じゃあどんな要素を入れた連休にするか具体的に決めてこうぜ。キュートキュートにしよう。それじゃあモフモフ、最高じゃない、動物かな。モフモフしたものに心癒されるウィークにするのは、ほっこりした気持ちになれそうだぜ。では何月に連休を作るかも決めよう。私何月見たんだっけ、12月と8月と6月、ここ忘れちゃったな。11月だったから、ちょっと10月にしようかな。こうしてアレット団のみんなは10月に新たな連休を作る計画を立て、連休メーカーに記入することで連休を制定し、その PR 動画を作成した。ある日、青年が動画サイトを見ていたとき、その PR 動画は広告として流れた。実況動画見ようと思ったんだが、広告が始まったな。新たな連休？気になるし、見てみよう。ふっは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 。俺様たちは10月に新たな連休を制定した。次の10月から早速休みだ。その名もモフモフウィーク。ひたすら心が癒されるための連休なのだ。今からモフモフウィークの楽しみ方を大紹介しよう。かわいい。このモフモフウィークではまずモフモフした生物を崇めます。この世界にモフモフがあることを感謝し、それによって心が癒されることを再認識します。5秒モフ。そしてどんなモフモフ生物たちに、そんなモフモフ生物たちに敬意を払いながら、モフモフ期間中は語尾にモフをつけて話します。何してらモフ、それは言えねえモフ。こうすることで言葉に柔らかさと温かみが生まれます。さらにこのモフモフウィークを盛り上げるとっておきのグッズを紹介しましょう。あ、我々がネットショッピングでご提供。かわいい。その名もモフモフステッキ。使い方は至ってシンプルです。このステッキを一振りするだけで、あらゆるものをモフモフ化。モフモフソファ、モフモフスマホ、ありとあらゆるものを24時間モフモフ化できちゃいます。これでモフモフグッズを生み出し、一緒にモフモフウィークを盛り上げちゃいましょう。かわいい。もちろん
ステッキを人間に使うとふわふわ生物になっちゃいます。どの生き物になるかは時と場合によって変わります。ぜひお試しあれ。みんなしっかり電気を満喫して心のゆとりを作るのだ。連休楽しみだな。その後連休の PR 動画はあちこちで視聴され、世の中の人々は連休を楽しんだ。今回はどうだろう、みんな楽しんでくれるんじゃないかな。どれくらいの人が連休を満喫したのだ。あ、みんな満喫だ、やった。全国のほとんどの人が連休を楽しんでいたみたいです。この連休ができたことで世の中大盛り上がりだぜ。おお、それはすごいな。この連休で心をリフレッシュしてみんなが悪事やいたずらをする心のゆとりを得たら世の中は面白いことになりそうだな。諸君、本当によくやった。今日はこの成功を祝して盛大にパーティーしちゃうのだ。いいチームだよね、やっぱり。 Thank you for playing! 飛ばさせていただきます。エンドは3つとも見れたね。やった、よかった。新しい衣装プリント欲しいんだ。うやめうやめやすみうやめ。よし、いくよ。どんなイメージの連休にするのがいいでしょう。ちょっとリラックス攻めていきたいと思います。褒める。あ、それじゃあ自己肯定感爆上げウィーク、心まで元気になれるようなウィークにするのは、それはなかなか人気が出そうな連休だな。では何月に連休を作るかも決めよう。後ろから攻めます。9月。こうしてワレット団のみんなは9月に新たな連休を作る計画を立て、連休メーカーに記入することで連休を制定し、その PR 動画を作成した。ある日青年が動画サイトを見ていた時、その PR 動画は広告として流れた。サクッといくよ。はあ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 、俺様たちは9月に新たに連休を制定した。次の9月から早速休みだ。その名も自己肯定感爆上げウィーク。自分のことを好きになりハッピーになるための連休なのだ。今から自己肯定感爆上げウィークの楽しみ方を大紹介しよう。この自己肯定感爆上げウィークではとにかく身近な人を褒めまくります。逆にあなたも身近な人から褒められまくります。なんとなく和やかな空気になること間違いなしです。お世話になってる人褒めまくれ。渋い大人な魅力にあふれてます。そこでそんな方々のために我々がネットショッピングで2つのアイテムをご提供。あ、2つだって初じゃない。レンタル褒めラボアナルシスイッチ、あなたはどっち派でしょう。レンタル褒めの場は手のひらサイズのロボットで、どんな些細なことでも全力で褒めてくれます。この自己肯定感爆上げウィークの期間中はレンタル料金が半額になっちゃいます。いいね。褒められ慣れてないけど自己肯定感を爆上げしたいというあなたは、このナルシスイッチがおすすめです。なんとこのスイッチを押すと12時間の間根拠のない自信がめちゃめちゃ高まり、自分のこと好きになっちゃいます。こちらは威力が強いので押しすぎはほどほどに。みんなしっかり連休を満喫して心のゆとりを作るのだ。さてどうなりましたか。大半は楽しんでくれそうだけど。諸君お疲れ。どれくらいの人が連休を満喫したのだ。一部なんだ。一部の人だけが連休を楽しんでたみたいです。
残念。結構面白そうと思ったんだけどな。じゃあ次はリラックスのラストかな。よし、リラックスのこれどうなんだろう、無ってなんだろうね。何もしないウィーク、なんかね、手過ごすウィークもちょっと似たような感じじゃない。ただひたすらだらーっと過ごすウィークにするのはわーとっても素敵です。では何月に連休を作るかも決めよう。何月、7月、これ全部見たよね。でもまだ半分ぐらいあるんだ。7月に新たな連休を立て、連休メーカーに記入することで連休を制定し、その PR 動画を作成した。トゥルルルン、トゥルルルン、トゥルルルン、トゥルルン。あ、クルーズさんいらっしゃい。どうもありがとうございました。よし、見てくよ。何もしないウィーク。俺様たちは7月に新たに連休を制定した。次の7月から早速休みだ。その名も何もしないウィーク。その名の通り何もしないための連休なのだ。今から何もしないウィークの楽しみ方を紹介しよう。ゴロゴロしちゃおう。この何もしないウィークの過ごし方は至ってシンプルです。何か特別なことはせず、ゆるっとだらーっと過ごせばいいのです。忙しい日々の中、こんな時間を心のどこかで求めてはいませんか。テレビ見ながらおやつ食べよう。何もしないって言っても何をしたらいいのかわからない。そんな方はまずはお気に入りのおやつを持っていきましょう。そしてテレビの電源を入れましょう。パソコンの前に座って動画を見るのでもいいです。これだけで他のことはしたくなくなります。みんなテレビ見る？私全然見ないから分かんない。でも中には休むのが下手な人がいるかもしれません。そんな時は全力で周りの人が休めるようにサポートしてあげましょう。せっかくの何もしないウィーク、みんなで何もしない方が楽しいです。何か仕事するやつがいたら全力で止めろ。いい感じのソファーもあるぜ。やることがあってじゃないよ。周りの人もどんどん巻き込んでいきましょう。それだけじゃないぜ。何もしないことに全力になれるよう、俺たちがとっておきのグッズを通常の 1.5 倍の価格でご提供しちゃうぜ。このジラダク S は別名人をダメにするドリンク。極度のリラックス効果で人々にダラーっとしたいという気持ちを引き出すで。この一杯を飲んだだけであっという間に血だらく人間の出来上がり。どんなにキリッとしたやつでも何もしないを謳歌できるぜ。まあ僕はもともとアフターなんですけどね。みんなしっかり連休を満喫して心のゆとりを作るのだ。よし、サクサクいくよ。結果を見たい。あ、みんな満足なんだ。これいいね。全国のほとんどの人が連休を楽しんでいたみたいです。この連休ができたことで世の中大盛り上がりだぜ。おお、それはすごいな。この連休で
心をリフレッシュして、みんなが悪事やいたずらをする心のゆとりを得たら、世の中面白いことになりそうだな。諸君、本当によくやった。今日はこの成功を祝して盛大にパーティーしちゃうのだ。 Thank you for playing。 やったね。これで半分ぐらい終わりましたね。よし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 。わあ、他も見たいな。新しい